この戸隠神社というのは今日本では2番目に人気のある神社なんだそうです。1202年間山伏たちが修行をしている行場でありますね。音集法、川の音に集中して雑念を取り払う。400年の杉の大木に向かって、手をつけ、この指先から伝わってくる杉のパワーを体の中に入れようという修行をしております。この戸隠神社といいますのは、ご承知のように天照大御神が戸の中に隠れ、それを田力王の味方が「よいしょ!」ということで飛ばした石がこの神社の周辺にあるというように言い伝えられておりますね。その裏山を今登り始めました。こうした洞窟や祠を祈りながら行は進んでいきます。なびきといいますね、このお祈りの場所、ほぼ直角の鎖場を登ろうとしておりますけど、これ鎖禅定と言います。この鎖に集中しておりますので雑念が取り払えるわけですね。この鎖につかまり上に向かって心魂を集中している。集中することによって無念無想になろうとしているわけですね。鎖禅定という行です。いよいよ山頂に着きまして祈っております。これが有名な蟻の塔あたりですね。幅30センチから60センチぐらいの岩場が約70メートル続いております。下は180メートル、そして230メートル。行者たちは信号を上げながらこの神様の在留をですね、心につけていきますので、もちろん転落するようなこととか怪我することはほとんどありません。神にその感謝の祈りですね、安全に上がれたことに関して、祈っております。1911メートル戸隠山の山頂です。この山頂から眼下を見ながら瞑想、でも一歩誤ったら転落しなければような場所での瞑想です。集中を保ちながらの瞑想ですね。こうして非日常から日常の仕事場を見つめますと、自分がどんな生き様や仕事の在り方をしているか、この山に非常に腐る場が多いですね。集中せざるを得ない、無我夢中になって、夢中になることによって我を外していこう、我を取っていこうという行が続くわけですね。とても岩場も座っております。みんながこうして見守る中、ホラ貝の音に励ませながら降りてきます。清らかな水を縁を通りながら、水の縁を、川の縁を通りながら歩いてきて、心身清浄になってきます。こういった瞑想状態になったまま山を降りまして、心がすっきりして終了するシーンですね。